西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週もたくさんのお便りいただきましたが、今週は田中半蔵さん、男性30代大阪の方であります。お問い合わせはですね、保育園落ちたというブログの話題についての質問です。確かに保育園の数が少なく待機児童がたくさんいるのは問題とは思っています。しかしなぜ少子化と言われているのに保育園が足りなくなっているのでしょうか。根本の問題は当局一極集中と共働きをせざるを得ない家庭が多くなってきていることではないでしょうか。西田先生のお考えを聞かせてください。まさに田中さんのご指摘の通りだと思っています。で、この保育所不足はですね、実は東京首都圏に、あることでありまして、京都やですね、その他の地域ですね、特に群馬に行きますと、この待機児童の問題というのはほとんども問題ではなくなってしまってるんですね。すでにもう、このさまざまな保育所ができたりですね、また少子化の影響で、そもそも、保育所の定員が余っているというようなところもたくさんあるわけなんですね。で、同じく、いわゆるこの特別養護老人ホームなどですね、老人福祉施設も同じことが言えてまして、地方の方が早く高齢化が進んできましたから、そこではたくさん施設が作られてきたと。しかしだんだん今度は人口が反対に減ってきてですね、そちらも余ってきていると、まあ、そういうことで、この東京一極集中がもたらしたですね、まあ、このバランスの悪さというのが、この保育所の待機児童がたくさんいると。で、保育所に落ちてですね、大変だと、子育て産んでもできないんじゃないかということがですね、社会問題となってるんですね。で、これはもう喫緊の問題はですね、いろんな、例えば、東京の中でも、公営施設なんかで空いてるところがあったらですね、それを急遽例えば保育所に改造してですね、そこに使ってもらうとか、それとかですね、例えば、その区域を越えてですね、その空きのあるところに、バスでお迎えに行きますから、そこに来ていただいたら、その方々を連れて、その保育所に区域を越えてもですね、入っていけるようにするとかですね、まあ、様々なことが実は今政府、中でですね、この考えられているという話も伺っています。で、この待機児童不足問題はですね、これ少子化、これを食い止めるためにも非常に大事な話だと思っています。今そういうことが政府の中で、喫緊検討されて発表されると思っています。しかし根本問題なんですね、田中さんがおっしゃっていることは。まさに、そういう喫緊の問題はそういう対応をしていかなきゃならないんだけれども、もう少し長期的に見てみるとですね、やはり東京一極集中を何とかしなければならないということだと思います。で、特に東京一極集中になった原因というのはですね、結局まあ東京に本社などがですね、たくさん集中してしまったと。これ日本だけなんですよね。例えばドイツなど連邦制の国だからかもしれませんけれども、それぞれの地域にそれぞれの会社がありますね。ベンツにしても BMW にしてもですね、別にこのベルリンにあるわけじゃないわけなんですよね。それぞれの地域、母体となっていた地域で本社があるわけですよね。アメリカも同じことが言えますね。で、ところが日本だけが、もともとこの関西出身の企業もどんどん東京に出店というか、この本社を移転するようになってきた。その背景にあるのはですね、やっぱり圧倒的なインフラ整備の差に私はあるということをずっと訴えてきているわけなんですね。つまり日本というのはよその国に比べましてね、まずこの社会インフラというのが明治政府ができた時から非常に遅れてきたわけですよね。旧街道、東海道、中山道、そして奥の細道など、私ずっと、自分で現地歩いてまいりましたけれども、まあ、本当に旧街道というのは馬が一匹通れたらいいような山道もたくさんあるわけなんですよね。このインフラ整備が遅れた原因というのが、やっぱり日本は7割がですね、7割8割近くが山岳地帯なんですよね。山を峠を越えていかなきゃならない。それから大きな山がありますと、そこに大きな川が生まれますから、この川を渡るのですね、橋がなかなか架けられないですから、これ渡しで渡していくとかね、とにかくそういうこの人の往来をですね、まあ、ある意味で言いましたら制限をさせてきたところもあったし、実際問題その自然的な条件の厳しさの問題でうまくいってなかった。で、それをまずですね、一番最初に解決しようとしたのが明治政府の仕事だったんですね。日本全体を行き来できるようにしようじゃないかと、一つの国になるようにしようと。その時何をやったかというと、これ実は、鉄道を敷設していったわけですよね。
で、道路の整備よりも先に鉄道なんですよ。鉄道を全国、各地にですね、これ数十年の間に全国各地に鉄道網を、成し遂げていったわけですよね。しかし当時の鉄道というのはいわゆる狭軌です。幅の狭い、1メートルに満たないこの線路幅でですね、そこに蒸気機関車を走らせていく。そして土木技術もまだまだ未熟でしたから、大きなトンネル掘れませんから、旧街道沿いとか川沿いのですね、くねくね下道をですね、そこを蒸気機関車が走っていくというようなところもたくさんあるわけなんですよね。まあ、しかしいずれにいたしましても全国をそういう鉄道網でつないでいったと。でそこでそのおかげでそれぞれの地域はですね、今までは交流できなかった地域と、まあ時間はかかるにしても歩くよりはずっと早くこう動けるようになるわけですよね。これ経済発展してきたわけです。でしかしその後時代はですね、鉄道ではなくて、高速道路、特にトラックが中心になってきますよね。高速道路網を整備していかなくてならない。それから鉄道もかつての狭軌ではなくて高軌、広い方のですね、この軌道の、この新幹線による鉄道網というのが、これからの時代だということが言われ出してきたわけです。昭和30年代からこの全国に新幹線ネットワークを作っていこう、それから昭和30年代から高速道路のネットワークを作っていこうと、まさにこれがですね、50年前の東京オリンピックの時の一番の目標だったわけですね。その象徴して東海道新幹線ができ、そして、名神高速道路ができ、東名ができという形になってきたわけです。でそして、その後本当はですね、そういう道路もそれから新幹線網が全国各地にこれこそまた網の目のようにつながっていくはずだったんですけれども、これが昭和40年代から50年代、オイルショックが出てきたり、そしてその後50年代から後はですね、順調に経済回復してきたんですけれども、この60年代から、このバブルが起こりですね、そしてそのバブルの破裂によってですね、経済が一挙にデフレ化していくと。この30年間はデフレ化のためにですね、結局、この高速道路網も、それから新幹線ネットワークもですね、できずじまいのままにこの30年過ごしてきたわけです。しかしもう片方で東京ではどうかというとですね、すでに昭和30年代40年代に高速道路や新幹線ネットワークが完成しているわけですよね。そしてその後も北陸新幹線、東北新幹線と、こういう上越新幹線というふうにですね、次々この周りの地域と結ぶ新幹線ネットワークができてくる。でところがその他の地域ではですね、全くそれが進まない。で東京では経済はどんどん首都圏では発展してくる。しかし首都圏といってもやっぱり限りがありますから、本来はこれ以上できない限界点があったはずなんですね。ところが何度もこれ申し上げてますように、そこで規制緩和というのが始まったと。今まで丸の内界隈では10階建て31メートルのビルしか建てられなかったと。それがこの、平成の規制緩和でですね、もっと高いビルが何100メートルを超えるようなビルが建てられるようになってきたと。要するに一挙に土地が増えたと同じことになったわけですよね。でそうなってくると、本当は大阪であった本社で東京で出店することはできない。やるんだったら東京の本社を建て替えて、大阪の本社を建て替えてですね、でそこで本社機能を充実させていくべき企業などがですね、また大阪はなかなか知事としてですね、この新幹線ネットワークもなかなか進まないじゃないかと。でインフラの整備もまだ東京と比べるとですね、全部遅れていると。でそうなってきた時に、これはやるんだったら東京の方がですね、土地がその分床面積が増えたんだから、そっち行こうじゃないかというようなことがあちこちで出てきたわけですよね。で結果的に関西圏非常に落ち込んでしまいましたね。で特に製造業の面におきましても、パナソニック、三洋、シャープですね、こういう関西系の大手の、この総合電機メーカーというのがですね、非常に業績悪くなった。潰れてしまったり、合併したり、身売りをしたりという形になっているわけですけれども、そういうことも含めて、要は東京だけがどんどん増えてきて、そして他の地域ではですね、先ほど言いましたように、少子化や、高齢化、地方の方が早く来ますから、それに対する対応がもうすでに終わっているところでは余っている施設がたくさんある。しかし東京では人がどんどんこちらに住み着いていきますから、いくら作ってもまだ間に合わない、まだ間に合わない。
で、そのうちですね、東京ではせっかくできているインフラもですね、まだ間に合わないということになるんですよ。それ具体的に言えばですね、この私鉄も含めですね、ネットワークがもうバッチリできている街でありますけれども、同じその路線であってもですね、人口も増えてしまうと満員電車でもこれ以上人が詰め込めない。それなら同じところにもう一つ並行してですね、またその上にですね、新たな路線を作ろうかということが出てきているわけですよね。これなどまさに屋上を奥を重ねると言いましょうか、まあ、無駄な私は投資だと。むしろそういう投資をするなら、よその地域でインフラを整備してあげて、よその地域で人が住めるようにしてあげる方がよっぽど良かったわけですね。しかしなぜそれができないのかと、これは企業の論理に委ねているからなんですね。つまり企業の論理というのは、やっぱりどうしましても見かけの見せかけの、手前のこの利益を優先してしがちになります。で、将来的には確かに東京で住んでると少子化に、そういう子育てとかいうことも含めですね、また災害も含めて大きなリスクがあるということは見えてきてるんだけれども、しかし当面やっぱり一番便利なのは、また人が多いのは東京だから、ビジネスにやるには東京じゃないかという発想に立ってしまう。で、そうじゃなくて、これはですね、公の視点から見ると、日本全国にもう少しですね、企業なども、散らばって存在してもらう方が、これ安全保障上もいいわけだし、地方創生の意味でも大事なわけですから、そこは公共の方がですね、しっかり裁かなきゃいけないんですね。で、その裁き方というのはまさに都市計画なんですよ。これ以上この地域では物が建てられませんとか、こういった事業の会社は作れませんとかですね、いろんなこの地域指定を見直ししたりですね、用途規制を見直し、高さの見直しをしたりしてですね、やっぱりかなり東京にそのこの規制をかけていかなきゃならません。で、その結果ですね、そしてそれと同時に各地にインフラの整備をしていくと、企業は否応なしに東京から違う地域でこの仕事をしなければならないし、その結果として東京集中がなくなり、そして各地域に会社が行くとか、またもともと作られた地域に会社が戻るとかなってくるとですよ、今まで言っているような子育て支援の施設などもですね、屋上奥を重ねたり、いくら作っても足りないというようなことにはならないわけです。ところがなんでそれができてないのかと、まさにこれも、実は大きな問題なんですけれども、地方分権の結果ですね、こういう本来国が全体の 国のですね、全体見て都市計画を柱を作っていかなきゃならないものがですね、これそれぞれの地域、東京都に例えば全部委ねられているわけですね。で、東京都に都市計画の権限が全部あると。で、東京にしたらですよ、これどんどん規制緩和し、ビル建てられるようにすればするほど、ビルは建つ、固定資産税は入る、人が住む、そこで所得税も入る、会社も来る、法人税も入ってくるというふうにですよ、いくらでもですね、東京には税が納められてくる仕組みになっちゃってるわけですね。で、東京にしたらですね、ここで規制を緩和する方が得に決まってるわけですよね。だからこういう結果ですね、結局本来あるべき公の機能もこの地域間競争の中でですね、まあ、地方分権という中で、歪められてしまっているということなんですね。ですから今考えなきゃならないのは、そういうトータルで大きな目でですね、地域のエゴとかじゃなくてですね、また会社の、この損得じゃなくてですね、日本全体を見渡してですね、また、全世代の、ことも考えですね、あらゆる地域のことも考えて、やっぱり政府、国がですね、国家がやっぱりもう少しルール作りをしていかなければならない、同時にインフラ整備をしていかなければならない、この2つのことをですね、していかないと、この根本問題は解決しない。まあ、そうだということだと思っています。まあ、これからそういうことも含めですね、安倍総理にも我々提言をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。本日はですね、今の田中半蔵さんのほかですね、サッシさんが、9通ですか、たくさんいただきました。何かメールのこの中にこれを見ろあれを見ろとこう貼ってあるんですけれどもね、そういうことよりももう少し普通の質問していただいた方が取り上げさせていただきやすいと思います。それから田中、半蔵さんは読みましたね、前夜さんが2通、花入大福さん、長老さん、三毛猫三つさん、熊五郎さん、電気屋さんが2通、田中一郎さん、トップハンディさん、田中二郎さんがもう1通でしたかね、それから、
鵜飼さん、いつものウッキーさんがお便りいただいておりました。全部で確か21通だと思います。どうもありがとうございました。